お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、こちらね、今7500人、このロイホグデッキでね、行ったっていうことで、まあね、リプレイ、ちょっとね、いいのがあるんで、1本見て、あとその後ね、マルチ2000円ほどね、やっていきたいなと、思います。というわけで、今ね、ちょっと、結構、韓国生活で、その、一室にね、ちょっとそんな広くはない部屋なんですけど、そこに今僕と、コダと、ミカンさんと、テンゴットがいるっていうので、ちょっとね、いろいろまあ話しながらね。まあ通称やり部屋です。やり部屋。そうですね。あ、ライキさんもね、今ちょっとね、来たっていうわけで、結構広い家なのに、狭い一部屋に5人集まるっていうことでやっちゃってるんですけどね。はい。リモートの部屋はやり部屋です。そういうことです。まあ意味深ですね。だけで、リプレイなんですけど、まあ、迫撃のね、やつを一本見てもらいたいなと思って、このね、この迫撃、まあ流行ってるのは流行ってるんですけど、このグロ1の人にまあ負けたんですけど、これも結構惜しかったんですよね。この世界一迫撃うまい人なんですけど、いや負けて、まあね、結構そんぐらい極めてる人だときついかもしれないんですけど、でもそれでも結構勝てそうだったんで、まあね、今回はその負けたやつではなく、勝ったやつをね、見ていきたいなと思います。というわけで、まあ迫撃、対ロイホグは多分見た目的にはというか今までだとマジロイホグの勝ち目がゼロに等しかったんですけど、そのマジアチャが強化されてやりこぶがワンパンになったことによって、それによってなんだろう、今まで絶対勝てないって言われてた相性だったんですけど、最近になって結構ね、その立ち回り次第で勝てるっていうのが、はい、見つかりましたね。というわけで、まあそのマジアチャの使い方なんですけど、今みたいな感じで、迫撃置かれたら、逆サイドを飛ばして、迫撃を射抜くみたいな感じですね。なんか、ツイッターで海外のプレイヤーがその対処法をツイートしてて、まあ、みんな真似してる感じですね。はい。で、でも相手がやっぱファイアボール持ってるんで、後ろからそのマジアチャとかを割くと、ただただね、ファイブ打たれて、で、こっちのロイフグが通るかと思いきや、防衛迫撃されてね、その、通らないんで、そのまあ攻めでね、マジアチャは基本後ろから、ケツから流さず、端前とかね、ちょっと高めの位置でね、そのファイアボール打たれても、その打たれるまでに少しでもね、仕事をするように出してあげるといい感じになりますね。で、ここは僕がね、マジアチャね、これ、ちょっと僕のマジアチャが下手くそなのがあるんですけど、これ位置がもう一個左か、まあ前だったら4発入ってて、4発なんで、まあ640ぐらいかな。640は大きいね。なんですけどね、まあそれちょっとね、ちょっとね、月間な、本当だってね、もうあとタワー1100とかだったね、ちょっとね、はい、今のはもったいないんで、まあマジアチャーをね、攻めで使うときはそういうミスをね、いや一回めっちゃ上がるね、まあ、コタへのいじりはね、ちょっとね、いつも通りみたいなとこあるんでね、コタが喋ったらまあね、ちょっと空気が悪くなれていますか、もう喋れないじゃん今回の。でディガーに対してはしっかりねギャングとかミニペッカで拾っていきます。でここは後ろからマジアチ裂いたんですが、相手がファイアボールを裂いたんですよね。ファイアボールを裂いたんで、ここをね、相手はこのマジアチの処理ができないっていうので後ろから裂いてます。でもしここに相手が無理やりファイブ打ったら2周目のね僕のマジアチが回るっていう考えですね。大体このマジアチの処理だけでちょっと辛いですね。で、ここで、またね、2周目が回りますね。で、ここ1回タケ取って、多分逆サイ飛ばすと思いますね。逆サイ飛ばして、まあ、ファイバー防衛してくれたら、マジアチャ残るしっていうので、で、この間にまあ、迫撃も処理してあげて、ここね、早めにね、ウッド打ってあげることによって、このミニペッカがね、一発入るんでね、相手はこれにまた対応しないといけないっていう。で、また繰り返しで、高めマジアチャからの、まあね、しっかり延命する感じで、で、防衛迫撃置かれたら、まあ、ファイボーですね。ファイボーだけど、もうここ相手はね、ファイボーで防衛してくるっていう感じで、もうこのサイクルさえ掴めてしまったら、もうね、勝ちですね。勝ちです。はい。まあ、迫撃の、はい、タゲ取りを見せらなければいいんで、まあ、こういう感じでね、マジアチャ出すだけで、相手はこのミニペッカーを止めるのも辛いし、マジアチャにね、さっきからずっとロイホグにね、防衛ファイブ使ってるんで、このマジアチャがずっと活躍しますね。なんでもこのリズムを作れればいいかなと思います。今舌が回らなかった。何笑ってんだよ。いやいや
いやはい。きついきつい、ごめんがかい、ごめんがかい。今がはごめんがかい。今がは謝るわ。どんだけ自信ないの？今がはちょっと何もぼーけした。ごめんがかい。今がはちょっとぼーけしてますか。はい、俺の動画ボツにしようとしてる気がいや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 、焼き鳥ポジション狙ってる。焼け、いい、まあ、焼き鳥に勝てると思う？無理でしょ。焼き鳥もね、なんかコタとな似たね、そのキャラといいますか、いじられポジションを持ってるんでね。メンカルがでも、ね、焼き鳥はね、強いんですよね。強い、そのなんかしらけても、うんうんそう全然跳ね返ってくるんですけど、コタのやつはもうごめんってうんってなっちゃいますね。ちなみに晩ご飯できますか？皆さんもういつ行ってもいいですよ。なるほどね。じゃあお先行ってらっしゃいなさ。だけど僕はね、ちょっとね、高みのさらなる高みへ。あ、今からマルチ行く。さらなる高みへというわけで、まあ、マルチね、2000ほどね、まあ1000か2000か、まあ、そこはちょっと気分でやりたいなと思います。というわけで、そう、迫撃勝てて、そう、26とテスラクロスが本当に勝てません。公開剣5が止血がきつい感じですかね。そう、まあ、公開剣5を、そう、公開剣5プラス施設ですか。まあそうですね、施設があるとロイフグがやっぱ止まっちゃうんですよね。お、はじめ社長来た。うい、マジー、この人は、まあ、言ったら世界一ぐらいのテスラクロス使いの方ですね。まあ、おそらく今回もおそらく多分テスラクロスだと思うんですけど、あーテスラクロスだと思う。でも今回書けばもう他の人に書けるじゃん。今ウッド使ったんでギャングも攻め、お、違う、ええ、なんか違う、これなんかスケとかも入ってる。あ、でも入ってる入ってる、おいしおいしおいしおいじゃい、違うか。いや、公開点ペッカじゃない、まっちゃん、エレキかあ、ロイ、ペッカロイジャイとかもありますね。今ペッカロイジャイかペッカカンだと思うんですけど、うーん、でアイスピだったらケツペされたら右端前やって、うわー、ケツペされた、うわー、これやっていいな。まあ行くしかないもん。うん、これ今普通に受けきついた。あ、でも回転が早いけど、やばい、もう一発入る。ういや、でもこれ3個だけで、僕今6個3個3個だけで処理されて、このペッカも抑えないといけないんで、結構流れ的には良くないですね。ああ、ペッカディガポイか。おお、ファイブ曲げる。こう打って。あ、でも、危ない。いや、でも、このディガ痛いですね。でも、ここをさすがに対応しちゃうと、アド取られちゃうんで、一回持ちますね。左が結構、ミニペッカが手作りくれ感じ。でっかいね。エレキ、アイスピー、サンガゴ。3が5のディガーですね。ってことは結構ロイホグの受けがない説があるんですよね。これエレキ来たら射抜きます。お、お、あー、あ、え、いや、射抜けない。あ、射抜けない、射抜けないですね。エレキも多分マジアチャ警戒出したのかな。でも俺がマジアチャもう左ぐらいに出せばよかった話なんですけど、ちょっと入ってるじゃん。うん、でこのエレキもちょっと痛いですね。あ、もうロイホグ入ってるのはでかいですね。で、ヤング、そう、おいしいおいしいおいしい、これおいしい。これもう一回逆サイ、これやるだけでたまにきついと思うんですよ。ペッカはアイグルで、あ、スケが、スケが。アイピンアカッカって。お、うまいうまいうまい。おお、わあ。いや、それうまいな。あ、でも。でも、これは多分右側。これ多分ロイフ飛ばすだけ相手できついと思うので、飛ばして。ワンチャンファイブ持っていいけど。これザップタイトルコウモリやって、ウッドか。これアイグルで蓋して、まあ、1000なんで全然範囲ですね。これスケをマジャチャで処理して、オッケーオッケー。お、これミニペッカが、おお、これ延命してエレキ処理してファイブ打ちたい。いや、一回防衛してオッケー。ペッカ入んないでしょ。おお、794なんで、だからロイフグ飛ばして、ファイボ、まあ、これペッカ出したらロイフグが刺さるんで、そう、ペッカ出せないんですよ相手。うわ、やばい、三角だけ処理して、オッケーオッケー。受け、右ペッカか、あー、でオッケーオッケーオッケー。アイゴレで受けて
まあリガポイン学科がこれが一気に持っていけないもんね。そう、相手リガポイなんでね。でこれ多分マジアチャは絶対気づいてると思うんですよね。だから後ろからやって、ああやっぱそうですね、マジアチャ警戒の、これ多分ロイフ、いやファイブウッドなんで、もうオッケー、丸オッケー来た、いやよかった、危な、これ多分 1,2,3 なんでオッケー。いやテスラクロスだったら負けてましたね、正直負けてましたね、多分ボコボコにされてると思います。いやもう満足だわ。でももう一試合行くんでしょ。いやはい、行かない、今日もいいかな。なるほど、さあ行こうかさあ行こうかということで、じゃあ行きますかということでね、もう一戦まあまあまあ、ここ書けばね、もうグローバル40くらいいく。ああ今何位だった、 58? 今回58かな。がでね、あの僕の最多トロフィーがあの7707なんですよね、自己ベスト。ああ、はいはい、で今シーズンがもうあと2日ぐらいしかないんですけど、2日でワン、もしかしたらあの最多を更新できるっていうのがあるんでね、目指したいと思いますね。でこれサーブは俺の記憶だとこの人ペッカだと思うんですよ。前ペッカ使ったな、覚えてる、この1週間前に使ったっけか。いやペッカだ、待ってファイブない、やばい待ってファイブない、開空が悪い、やばいファイブない、ファイブない、待ち合わせフォーツしてから犬くくない、やばい、5秒、いやミニペリ処理するしかないですね。走ってきたら泣く、ういえ、つらい、このサイクルはやばい。あ、しかもこれ多分言うのかなんかワンチャンピックくる、アイゴル咲いてるから。おお、やった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 、今おおお、これは空いてるユニット見て、あゴースト、わあやばい、待ってごめんなさい、これやったらダメ、こんなこと普段しないのに、うわやばいやばい、でこれ工場来てやばい、ギャングが何もなく公開か、お待ち合っちゃう、おお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 おいいですね、ですね。で、ここで、あざ取った、ロイグ飛ばして、で、ここは普通に守ります。オッケーオッケー。ペッカー守りますね。この後ろにガクプリがついてる。ガクプリ来たら、まあ、ギャングとアイゴルで釣って、工場だったらギャングで釣って、ミニペウッドで工場処理します。うん。これアイゴルでいいな、これで。よいしょ。うい。ヤングで処理しつつ、いい、まあ、おでここでギャングですね。よしであのマジアチャは残しとくと、そのもしかしたらねサイクルがこっちがね狂っていい感じに防御されたりもあるんで、早めに、そうですね、これもミニペッカ出して、あはそのペッカちょっとうざいな、これなフルで守ろうとすると意外と守れないんですよね、これもあの気づいたいんでね。いい、まちゃちゃ。で、多分エレキ来るんで、雪玉か？お、え？何も、おー、ちょっと我慢して。あ、で、これはちょっとさすがにエレキ邪魔なんで、5打ってワンチャン抜かれる。オッケーオッケー。あ、やばい、これやばい。あ、でもこれは、ちゃんと丁寧にターゲ取られてから、オッケーオッケー、強、完璧な強ですね。おー、ミニペガ？野外系？これもウッドで、ウッド5でいいかな。エレキ寛解はちょっと相手、オッケーオッケー、もったいない、でこれも多分相手多分 U の追加来ると思うんで低めにアイグル出して、オッケーオッケー、でこれはこのミニペッカの前にアイグルつけるだけで相手はこれを対応しないといけないんですよ、だからこの隙に逆サイ飛ばして来た、勝ちましたね、これ絶対止まんねえっしょ、止まったらマジで泣きたい、おやばい、止まるおなるほどね、まあそういうことですね。なんで、アイガル編成を作ることによって、相手はそっちも対応しないといけないんですけど、今対応せずにね、ロイハグの方に相手は対応をしたことによってね、ミニベがバシバシやっちゃったってわけで。あっちが実はね、本命学科という。はい、まあ、三河さんのもう、さあ行こうかの一言によって、僕のトロフィーがより上がったんでね、ありがとうございます。さあ行こうか。いや、もうさすがにね、今日はね、もうここまでね、終わりにしたいと思います。まあ、7566結構いい感じですね。
久しぶりにトロが上がってるなって感じがします。105週間と6から7歳久しぶりにね、ちょっと昨日700回でヤバくは使えなかったっけ、700回で、もう朝もうなんか12時間ぐらい前ですね。ねね、ラバクロ7000付近ちょっとうろうろしててラバクロしてたんですけどなんかやっけな、はい、気づけば取るから、やっぱその自分がやっぱ得意なデッキを使うのは大事ですね。はい、なんで皆さん沼った時にねデッキコロコロ変えるんじゃなくてね、結局上がったデッキが一番上がるんでね、ぜひね、はい、それはね意識してもいいかなと思います。というわけで今日はねこんな感じで終わりにしたいと思います。最近ちょっとねロイフグデッキばっかりになっちゃってるんですけど、はいはいはい、まあそういう時があってもいいかなと思います。間口終盤がし、はい、シーズン終盤なんでね、はい、またロイフデッキ多分動画出すと思うので、ぜひねこちらもね見てみてください。というわけで、あの概要欄にちょっとチャンネル全員貼るのは大変なんですけど全員貼る、いやまあ点ゴット以外貼っとこうかなと思います。ぜひ皆さんあのね他のチャンネルも覗いてみてください。ではチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いしますではお疲れ様でした。